10月8日土曜日、近江八幡市文化会館で県民や防犯関係団体などおよそ500人が参加し、なくそう犯罪、滋賀安全なまちづくり県民大会が行われました。特殊詐欺、また子どもや女性の被害防止のため、皆さんにどのような方法で防犯活動に取り組んでいただけるかをお伝えしております。大会ではまず防犯功労者、防犯功労団体などの表彰が行われました。そして参加者代表の近江兄弟社高校茅野塩クラブが大会宣言として、県民総ぐるみでの防犯活動により安全安心を心から実感できる犯罪のない滋賀を実現すると力強く述べました。次に近江八幡市消費生活サポーター八サポによる、その話大丈夫ですかと題した特殊詐欺悪質商法被害防止の寸劇が行われました。ある日、主人公の近江太郎さんに悪質業者から老人ホームの建設の一口100万円出資の案内が届きます。すごいですね、ラッキーですね。ラッキーってどこちゃう？それで近江八幡市民で50人に選ばれた方だけに出資権利を販売するとの噂を聞きまして、朝からその封筒を受け取った人がいないか探してたんですよ。太郎さんが出資を断ろうとすると、1年で必ず3倍になると儲け話を持ちかけます。さらに断ろうとすると、今度は、いえ、買っていただいたらすぐに当社で買い取りしますから、まあ早く言えば近江さんに名義を貸してくださいっていうことなんです。こちらもただでお願いするつもりはないですよ。そうですね、三口300万円分買っていただいたら、その2倍の600万円で買い取らせていただきます。困り果てた太郎さんは地元の民生委員に相談、その後消費生活センターに連絡したところ、投資詐欺と分かり被害に遭わずに済みました。投資詐欺以外にも振り込め詐欺のように人の弱みにつけ込むなど、さまざまな手口の詐欺があります。変な電話だなと思ったら、すぐに消費生活センターや警察などに連絡しましょう。犯罪のない安全な街づくりのためには、地域ぐるみで防犯活動を行うことが大切です。日頃から挨拶や鍵かけなど身近なことから継続的に取り組んで、地域の防犯力を高めましょう。10月21日、鳥取県中部を震源とするマグニチュード 6.6、 最大震度6弱の地震が発生。滋賀県でも震度3の揺れを観測しました。地震はいつどこで起こるか分かりません。地震から命と財産を守るために最も大切なのは、地震に強い住宅にすることです。滋賀県では県内の各市町と連携して、木造住宅の耐震診断を無料で行う診断員の派遣や、耐震改修バリアフリー改修への補助を行っています。詳しくはお住まいの市役所町役場の担当窓口にお問い合わせください。